まあね、ちょっと今こういう難しい時期の中でやっぱり大阪の、まあブルーリボンの会がねあえてこういった企画計画してもらって、タイミング的には非常にいいと思ってます。で特に、今拉致問題の解決に向けてはあまりいいニュースもない、それから全く進み具合もわからない。まあこういう時にこそね、やっぱりこれじゃダメだという市民国民の意見というかね、怒りというか、それをやっぱりかなり集結したいところですよね。まあ長い間こうやってますから、まあ慣れちゃってる人もいると思うんですけども、まあそういった継続は力なりじゃないですが、やっぱり諦めずにね、地道にっていうことになるんでしょうね、この問題解決までは。だから私たちは家族として要するに皆さんにこうお願いする立場なので、まあ、今日みたいなこういったイベントがあれば、それに一緒になってね、これからもやっていきたいと。今日は大変でしたけど良かったんじゃないですか。お仕事の合間を縫って大阪までいらっしゃいましたけど、お疲れはないですか？まあ疲れはまあ正直言ってありますよ。だけど皆さんの前ではね、あんまり疲れた顔は見せないようにと、決めてるんですけども、一人になると疲れます。今日、はい、全体を通しての感想と、はいはい、そうですね。まあこのタイミングでまあやっていただいて、こういうようなイベントをやっていただいたっていうのはだいぶ嬉しくは思います。で、まあそのこのようなタイミングでと言ってる部分に関しては、まあ去年の夏以降、まあ父としてね、外交的にもまあ内政的にもあまり拉致問題が進まない、もしくは進むような施策というのがなかなかまあ政府でも見えないので、まあ何かを打開したいというところもございますし、逆にまあこの膠着状態のところにまあくさびを打っていくようなまあそういう機会が得られたというのは大変ありがたいなとは思っています。はい、やっぱりこういう情勢でまあ正直ちょっとやっぱ動きが見えてきてないところがあるなっていうふうに思う中で、やっぱりそこに本当に打開してほしいっていうまあお二人だけじゃなくてもいろんなご家族の思いを最近すごく感じるんですけれど、やはり改めてそういったところの思いは強いですかね。まあそうなんですけど、ただ今までのように解決を求めるとか。打開で安易に結果を求めてはいけないわけですよね。要するにつまりそれは過去にも何度かありましたけど、結局なんかまあ偽の報告書が出てくるとか、まあごまかし解決を目論もうという方々がいらっしゃるので、まず我々としては今日の集会でも申し上げましたけど、拉致最優先で報告書よりか帰国ということをまあ全面的に訴えていきたいと思いますし、北朝鮮にもそのような決断をしっかり促すような動きをしていきたいなというふうには考えています。はい、各社さんいかがでしょうか。来週の10日に労働党の創建の記念日がありまして、でまたその日に再び核実験の可能性があるんじゃないかっていうような話もあるかと思うんですけど、それについてはどういうふうに思われますか。核実験、来週の10日ですね、労働党の創建記念日にまた準備進めてるんじゃないかっていうような話があるんですけれども、それについてはどういうふうに思われますか。核実験とかミサイルとかっていうのはね、まあ、確かに日本あるいは我々にとって脅威だけども、やはりこの問題解決っていうのは相当先が長いと思います。でしたがって拉致問題というのはもう今生きて向こうでもうすぐ待ってるわけですよね。ですからもう目先の問題で第一優先でやってもらえないと困るとしたがって拉致とミサイルは切り離して先にやってくれということを総理大臣にも言ってあります。ですから、核実験やったからどうだっていうね、よくコメントを求めに来るんだけど、もう我々としてはその段階じゃなくて、もう即日本人の帰国について何かしてくださいと、そういう思いです。同じくコメントした方がいいですか。そうですね、その核実験をやるということに関して緊張状態が高まることは事実なんですけど、やはり家族会が申し上げている通り核ミサイルと拉致問題は切り離して進めてほしい。で、北朝鮮がその核とかミサイルを手放すってことは基本的にはありえない話なので、そこにその動きによって拉致問題の解決がぶれてはならないので、もう全く切り離して進めてほしいと思いますし、そうあるべきですし、でかつ、やっぱり命には命っていうのは時間の限りがあるんですから、そういう意味ではそういうところに左右されずに進めてほしいなというふうに考えます。はい。ありがとうございました。よく歩いて。